ご毛座とは、岐阜県江名市伊地町寺中華185の位にある芝居小屋である。2010年には登録有形文化財に登録された。岐阜県では地元の人々による地芝居が盛んに行われており、数多くの芝居小屋が建てられた。現在も各地で歌舞伎保存会が活動している。特に東農地域は盛んであり芝居小屋も残っている。 五毛座もその一つである。4月第2日曜日、大田神社の霊祭時に、飯シ地歌舞伎保存会により半地歌舞伎公演が行われる。江戸時代後期の美濃国鴨群半地村では、大田神社などの神社境内で狂言芝居が行われ、神社の拝殿を兼用した舞台が数箇所建てられていた。太平洋戦争で狂言や芝居は中断したが、終戦後には、 青年団を中心に各組が持ち回りで公演を再開した。もともとは公民館県知芝居小屋として建設された木造2階地下1階の施設である。花道を備えており、客席として平戸館1階2階さじ敷席が設けられている。公民館の設備として集会所の和室都市大広間がある。岐阜県は知芝居が盛んな地域であり、江戸時代から 昭和時代に建設された木造芝居小屋が残っている。主な芝居小屋は以下の通りである。ありがとうございます。